東八マ・ハチロー、1936年5月31日から1988年7月6日は、日本のコメディアン、タレント。昭和を代表するコメディアンの一人。妻との間に三男二女があり、次男は、お笑いコンビテイクニの東ズマ・三男は、タレントの東ズマ・タレントの安恵は、次男、高弘の妻。東京府東京市やサクサク出身。 父は、岐阜県大垣市の出身で、皇宮警察官であった。戦時中に家族と共に、名古屋市に疎開し、名古屋時代の親友にプロゴルファー塩谷行くよの、父親がいた。中学卒業後にコメディアンを志して、歌手の田谷力蔵に、弟子入り、そして浅草公園ロックの浅草フランス座などで、活躍する。浅草の東洋劇場では、池慎一、あ八郎、 石田英治のデッチトリオを結成、後にまだ駆け出しの萩本金一が加わった。東八郎の芸名は、フランス座を経営する東洋工業創業者の松倉、堺七にちなんだものであった。テレビの台頭とともに、浅草の演劇街が衰退してきたため、1964年に、小島三治、原田健二とともにトリオスカイラインを結成し、テレビに進出。 コントを行い人気を博した。しかしトリオスカイラインは1971年に解散し、以降は単独で芸能活動を行った。南信介と共に NHK、お笑いオンステージにレギュラー出演し、全国区の有名なコメディアンとなった。その後、東八郎劇団を結成して、後進の育成にも力を注ぎ、全国各地で喜劇を演じていた。 裁判年では、志村健の馬鹿殿様の過労薬や額に光のシールを貼り、BGM にメンデルスゾーンのバイオリン競争曲が流れる、ヨード卵光のコマーシャルが有名であった。なお、萩本金一は、東の預かり弟子であった。東の樹木弟子には他に、鈴風金魚がいる。また人気コメディアンとして、テレビや舞台を、 数多くこなし、RCA ビクターから、娘へのバラードを発売するなど、歌手活動も行っていた。娘へのバラードは、結婚披露宴で歌われる、定番曲の一つとして、広く知られている。また、1986年には、芸能人妖精のために私塾、笑い塾を開いた。しかし、それから間もない1988年7月6日の、 昼過ぎ、自宅にて眠っている最中に突然脳一血を起こす。日本医科大学風俗病院へ、救急車で緊急搬送されたが、意識が回復することなく、同日15時30分に急性した。志村健は、子供からバカにされることに内心憤慨していた時期があったらしく、その際、バカデンシリーズで共演していた東に、あさんはその年になっても、 なぜバカな演技ができるのですかと尋ねたところ、東から子供にバカにされるのは芸人として当然のことで怒っても仕方がない。わかる人は演者がバカではないとちゃんとわかってくれている。むしろ芸人が利口面を従ったり文化人ぶったりするようになったらおしまいだよと悟され大いに感激したという。志村は事あるごとにこのエピソードを披露し、 東に対する敬意を表している。東の死で、笑い塾が解散となった際、志村は、自分には一人しか面倒を見てやれる余裕がないが、誰かの面倒を見たいねと申し出た。この時、志村の付き人に採用されたのが、ジョーダンズの山崎雅也だった。笑い塾の出身者は他に、桂米太ヨネピロキ、斎藤哲也らがいる。東の持ちネタである、 頑張れ、強いぞ。僕らの生歌は、テレビアニメ、赤道、鈴之助のテーマ曲の替え歌で、仲間が名まって、生歌となった。生歌は、後に、フジテレビドラマ、最有気で、スマップの香取慎吾が扮する、孫悟空の口癖として使われた。長年にわたって、糖尿病を患っており、生去の数ヶ月前には、病状が悪化していた。しかし、 その後も新宿コマ劇場での舞台公演に、家族や関係者の反対を押し切って出演し、これが生涯最後の舞台となった。成去の数日前には、家族で外食した際に、俺が死んだら、この子たちはどうなるんだろうなぁと語ったり、夫人に、俺は、苦しんだりせず、朝起きたら俺の顔を覗き込んで、あら、 死んでるわっていう死に方が理想なんだと語るなど、自身の死期を悟っていた節が見られ、くしくも自身の理想に寸分違わぬ最後を遂げた。ただし、萩本との年齢差は5歳しかなく、師匠というよりは、同じ劇場に出演している面倒見の良い、兄気分といった関係であった。第17回日本作主体小新人賞、受賞作品。小林幸子オフィシャルブログ。 サチコダイアリー、またまた、弟できちゃいました。2015年11月3日、東八郎から言葉んく、なんでそうなるの。萩本金一時で日本文芸者、2007年、P106、アズ高広、親父が乗り移って噛んじゃった、父、東八郎さんの命日に舞台。日刊スポーツ。2021年5月31日閲覧。芸人に役中暴露。 立川男子、覚醒剤逮捕を見抜いていたザクザク2010年8月19日第17回日本作詞大賞、日本作詞家協会。ありがとうございます。